活動ができない、期間でも自分に何かしらの、課題を課して、トレーニングであったり、準備っていうのはできていたので、これからもっともっと良くなっていくと思います。そうですね、近県のチームとの対戦っていうのが最初は続くので、そこでなんとか勝ち点を積み重ねていけるような準備っていうのはチームとしてできていますし、雰囲気もとてもいいので、スタートダッシュが、いいスタートダッシュが切れると思います。みんな仲もいいですし、その中でも、厳しさもありますし、とてもいい、練習っていうのができているなっていうふうに思います。そうですね、またオフ期間とは違った、完全にできないっていう状況だったので、本当に、サッカーができる喜びっていうのは、再確認というか再認識させられたなというふうに思います。初めは、無観客っていうふうな、形ですけれども、ダゾーンを通して、いい試合っていうのを届けられるようにチーム一丸となって頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。まあ、体的にも非常に、ポジションを上げてきているところで、まあ、試合も再開するということで、それをイメージしてしっかり、トレーニングからできてはいます、今いると思います。まあ、再開した時というか、トレーニング再開した時はやっぱ前よりもすごく、まあ、声が出ててというか、チーム的にもその雰囲気は非常に良くなってるなというふうには見てて感じます。まあ、1年目ということで非常に、まあ、すごく、いつもとは違うというか、例年とは違う形で少し難しいシーズンにはなってますけど、とにかく、1試合でも多くチームのために、まあ、ピッチ内でも外でもしっかり行動することが大事だと思いますし、まあ、出た時は出た時で、チームに勝利に貢献できればなと思っています。やっぱ自粛期間がすごく長くて、家でいる時間、一人でいる時間っていうのが多くて、やっぱりこうしてピッチでみんなとサッカーできることにすごく幸せを感じてますし、まあ、声がまたコロナがぶり返すというかことがないようにしっかり、個人個人が気をつけて、予防していければなと思います。そうですね、まあ、ファン、サポーターの皆さんもすごくもどかしい思いで過ごしているかと思いますが、ポーチの選手はスタッフともに、再開した時に皆さんと勝利を、分かち合えるようしっかり準備しているので、試合が始まった時は応援よろしくお願いします。